地平線の見え方のモシキスバートランズ国立公園から見た地平線、地平線とは地面と空の境界をなす線のこと。あるいは可視地表面と不可視地表面を区分する仮想の境界線。地表面が海などの水面であれば水平線とも呼ばれる。見ることができる距離は観察者の視点と星の半径、大気の密度、屈折率による大気差によって変化する。 大気差は、高度が高くなるほど空気が薄くなるため影響を受けなくなる。地表面を球面と仮定し、地平線を眺める視点の地表面からの高度を、H、地球の半径を、R、視点から地平線までの直線距離を X と置けば、視点、地平線、地球中心は直角三角形をなすから、ピタゴラスの定理により、従って直径が、 地球の1、4ほどの月では地平線までの距離は地球におけるそれの約半分になる。例えば地球におけるある地点から地平線までの距離は高さ1 6 0トルに視点があると約4 5トルの長さになる。月では2 3 5トルとなる。高いところほど見かけの地平線は下がるため日の出を 標高100メートルの位置から見た場合、地表で見た場合と比べて、約2分ほど日の出の時刻が早くなる。古来より敵をいち早く発見することが重要視されてきたことから、視点の位置を高くするため、監視塔を建設したり、小舟のマスト上部に、クローズネストと呼ばれる、見張り台を据えたり、偵察機、関西ヘリコプターと連携するようになった。対艦ミサイル、 対中ミサイルなどが実装されるようになった戦闘艦は作敵するだけでなく水平線より先にまで攻撃する能力を獲得するため偵察機やミサイルなどと連携するシステムを開発した。ありがとうございます。